ロバート・ラングドンが容疑者と話したそうです。省庁学です。何か要求があった？この町で古の門を探し当てて解き放てと言いました。心当たりはなかった？ええ、その手を見るまでは。お父さんが彼の指輪だ。何が起きてるの？ピーターをさらった人間が要求したんだ。パズルのピースを見つけろと。ローマ数字、ルーン文字を表したものかも。見てられない。逆さまです。見せたいものがある。パパは命より大切な秘密だって。私も一緒に行く。ベールを一枚剥がすとまた次のベールが現れる。一人でやれと言っただろう。パパを助ける。相手は暗殺者なんだ。だからなら殺されるまで諦めない。ロバート・ラングドンはどこまで掴んだか。暗号ですよ。求めるものはことごとく落ちる。ああ、クロスワードは苦手だ。諦めない。始まったばかりだ。